皆さんこんにちは、パラリスアカデミーの吉村です。吉村です。そうか、毎回違和感ありますから。はい、W 吉村でやっております。今回ですね、タイトルにもある通り、授業を頼るべき科目とそうじゃない科目を忖度なしで話していこうと、はい、いう動画でございます。で、まあ結論ですよ、全部の授業が大学受験に直結するかっていうとそうじゃないということです。なんでうちは大学受験のチャンネルなので、授業を活用した方がいいかしない方がいいかっていうところに関してはあくまで大学受験に合格するために近道になってるかどうかという観点で話してます。なのでシンプルに学びを深めるためにこの授業は大事とかっていうのは全部そうだと思うので、好きなら好きで受けたらいいと思います。ただ授業を聞いてて課題をこなしてるとそのまま大学受験に直結してる、それが全科目だと勘違いしてる高校生の人がきっといるので、はい、そういう人にぜひ見ていただきたいので、この授業はすごい入試に直結してるんだ、こっちはそうじゃないから自分でやらないといけないんだっていうのを判断してもらうための動画にしていきたいと思いますので、別に変に気を使うことなく忖度なしでやっていきたいと思います。で、まずはじゃあですね、独学した方がいい、授業に頼らない方がいい科目の一つ目が古典ですね。古典の授業になります。まあなんで自分でやった方がいいかと言いますと、一つの作品をじっくり読むっていうのが高校の授業だと思います。で、そこに出てくる確かにその文法とか表現に関してはここ覚えときよって言われるんですけど、別にそうしない方が効果的ではあるじゃないですか。そうですね、はい、古典はやっぱ作品を学んでいく中で助動詞出てきたから助動詞の話をしますとか、やっぱりまあ作中に出てくるっていうのに連動させていくのが古典の授業だと思うんですよ、多くの学校では。そうですね、うん、なんか例えばケリだが、ケリの意味は過去だよとか、うん、漢文だったら再読文字はこう何があるよみたいな、うん、同じような基礎事項しか、そうですね、言われないみたいなことは結構ありましたね。そうやね、都度学んでいくスタイルなんで、始まりがそこだとちょっと微妙だなと思うんです。むしろそういうのは自分でまず文法とか学んどいた上で、読解法学んどいた上で学校の先生に教わるときに復習の機会にするっていう、この助動詞は過去のケリだなみたいなのを習う前に知っといて、授業はチェックの場にするっていうのがめちゃくちゃ古典とかでは有効かなと思います。古文嫌いとか言う人って、古文ができてないわけではなくて、その学校の授業に頼りきりで、うん、学校の授業以外の知識を持ってない場合がほとんどかなと思ってて、まあそうやね、そうやね、そうですね、古文ってその授業中の助動詞を聞くとかそれだけじゃなくって、敬語とか、うん、テニオハみたいな助詞とか、うん、だから助動詞全体の識別とかも全部知識必要ですし、うん、漢文とかだと漢文単語、古文単語をやってる人はいっぱいいるけど、うん、漢文単語やってる人ってやっぱり少なかったりとか、うん、はい、しますし、その文法事項ももっとたくさんありますし、うん、でそれらを合わせてそのレテンとか何もついてない白文を見て、うん、その SVOC がどこなのか判断して、うん、その訳せるところまでいけるっていうのが理想なのに、その基礎が結構抜けてしまってる方が多いのかなっていうふうには感じてましたね。そうやね、やっぱりまあだから古典の授業をずっと受けていると、もうどれは覚えるべきでどれはその場で考えるべきなのっていうのが分かんなくなるんで、むしろ先行して古文の文法と単語で、漢文の句型と、まあ、漢字やねっていうのもやっていかないと、最終的にやっぱ白文で読めるようにならないといけないので、そういう予習先行型というかね。そうです、先行してると本当に楽だと思いますね。そうね、そこに気づいたら授業もちょっと逆に生きてくる。はい、そうじゃない子たちはもう寝てます、古典の授業中って特に。そうです、もう知らないもの聞いてても、そう、もうこうやって寝てるやつもったから、寝てる人多いですよね。多いからちゃんとそうやって活用しないとマジ時間無駄なんで、これは注意してほしいなと思います。じゃあどうやって勉強したらいいのということで、古典の勉強法を紹介したいと思います、はい、まずスタディサプリの岡本講師のベーシックレベル古文、うん、はい、ベーシックレベル漢文っていう講義がすごくおすすめです、はい、こちらの講義をテキストを見ながら 2,3 週して知識を定着させた後、うん、模試の過去問とか学校の問題集とか何でもいいので、課題文1ページ分ぐらいを、うん、助動詞とか重要単語とか敬語とか全部に気をつけながら全て訳すっていう練習を私は繰り返していました、うん、まあ、品詞分解的なね。そうですね、もう回答解説見てもいいし、もうスタディサプリ見返してもいいし、本当何見ても時間かかっても大丈夫なので、ひたすら訳すっていう練習を高1の春休みに毎日続けて、学校の古文の授業の時もちゃんと生きた授業の受け方ができるようになったなっていうのを実感してます、はい、ここで注意点なんですけど、共通テストを早く解くためのテクニックみたいな、テクニック重視の参考書はちょっと独学を始めたばかりの人にはちょっと避けた方が無難かなっていうふうには思います、まあ、そうやね。あとまあそのスタサプとかで見てても何でもいいんですけど、まあ、自分でこれ進められるなってなったらもう覚えるべきもんとか明らかになってくるんで、ずっと動画見なくてもいいと思うんですよ。文法に関する問題集とか参考書買ったりして、あ、じゃあもうこれは自分でできるから独学で暗記していこう
とか品詞分解して訳していくやつにすぐに行こうみたいな感じで、なるべく時間短縮はしてほしいなと思います。あんまり古典に時間かけられる人も少ないと思うので。そうですね、理系の方とか特に、うん、ただやっぱり授業を聞くだけで終わってるともう借金が積もりに積もっていくんで、こういう風な勉強も同時進行するのが非常におすすめです。そうですね、まあ、適度に時間をケチらず、はい、基礎から着実に独学を進めていってください。はい、続いて独学すべき科目、授業を頼りすぎない方がいいのが2つ目、現代文でございます。まあ、さっきとほぼ似てますね。筆者の心情とか伝えたいことを読み取るのはいいんですけど、まあ、時間がかかりすぎです。まあ、1個の、ね、作品をもう結構な授業に分けてやっていくの で、うん、 それでみんな寝ちゃうと、はい、寝ちゃうということになって本質は伝えてくれてるんですけど、あの体系だって学べない、これもちゃんと自分で勉強しないといけません。ただ逆に学校の授業でも現代文の文法って中学校でもやってるし、そこを問われることって全然ないし、で漢字は漢字で宿題とか出るでしょうから、やる人やると思うんですけど、漢字の読解のところを、まあ、感覚で解けるとか感覚で解くしかない、対策のしようがないと思ってる人が多いと思います。講義形式の、参考書とかを読んだとしても当たり前だよねってことが書いてることも多いと思うんですよ。ただその分かってることをちゃんと読解するときにテクニックとして活用できてるかを試していくには問題たくさん解かないといけないし、解説も読み込まないといけないので、そういう意味で学校の授業だと大学入試で得点できる力っていうのはつきにくいと思いますので、ここはまた別の対策が必要という話になります。それで現代文もどうやって勉強したらいいかっていうと、はい、まずその文章題をひたすら量をこなしたりする前に、うん、接続詞とか品質の論理関係、うん、順接逆接とか因果関係とかどういうものがあるのかっていうのを全体的に学びきってから演習に移るっていう流れが結構大事になってきます。はい、で古典とかも結構やっぱ文法やってから授業で演習みたいな流れは一緒なんですけれども、私が受けてたのは寸大の小川講師の現代文の講座、はい、とか、それから参考書であれば寸大の何々大入試紹介っていう現代文の問題集とか、河合と寸大が出してる冠模試の過去問がすごくおすすめです。はい、解説が詳しくて、そのどこが回答領域になるのかとか、その注目すべき接続詞はどこなのかみたいなことまで細かく書かれているので、独学でもその読み方の感覚をつかみやすいなと思います。はい、どこまで現代文時間かけるかですけども、授業を無駄にしないためにもやってもらいたいなと思います。高1高2とか早ければ早いほどいい、ね、むしろ早い段階じゃないと対策できないと思うの で、ね、早めからやっといた人がちゃんと共通テストとかね、記述試験でも点数取るようなイメージがあります。高3になってから急いでも、まあ、テクニックでしかカバーできないとこ多いので、早めにやっといてほしいなと思います。はい、はい、それでは3つ目の授業を当てにしすぎない方がいい科目は英語のリスニングです。はい、リスニングは毎日の継続で身につけていくことが大切な科目になるので、はい、時々学校の授業でリスニングの練習をするっていう程度では、うん、やや不十分な部分があるかなっていうのは思います。うんうん、リスニングは例えば共通テストとか東大の二次試験とか各問題に特化した戦略を立てて解くことがすごく大事になってきます。うん、例えば聞かなくていい最初の試験説明の時にどの大問の問題をチェックするのかとか、学校で全体的にみんなでやるものではなくて、うん、個人で自分はどうしたいのかっていうのを考え変えていくものだと思うので、ぜひ毎日自分で欠かさず対策していきましょう。はい、そうですね、まあ、なんかたまにね学校の授業でリスニングの問題解いたりするんでしょうけど、どうしようで終わるみたいな。終わりますもんね。そうそう、終わるからちゃんと毎日ね対策して、問題もたくさん解かないと1回しか2回しか読まれないような中で点数取るってなってくると急に難易度上がるので、自分で対策するのが非常に大事と。はい、で続いてリスニングの勉強法も紹介していきます。はい、まず教材でおすすめなのが Z 回の共通テスト実践模試英語リスニングっていう参考書になります。はい、共通テストのリスニングの例えばいらない試験説明の時間とかに自由時間を自分はどのように使うのかっていうのの戦略を自分なりに考えて、それを実践するために使ってほしいなと思います。はい、過去問とかではなくてオリジナルの初見問題が集まっているので、何回も試して自分に合う時間配分を見つけてください。はい、それからリスニングばかりにやはり時間がかけられないで、文法も大事なので、どうしても疲れた時は例えば洋画を見たり洋楽を聞いたり、あと日本の漫画の英語版を音読するとか、それだけでもいいので、うん、毎日何でもいいので英語に触れる時間を作ってほしいなと思います。はい、まあ、移動中とかかな。そうですね、電車でシャドウイングしてる変な子ってまあ、空き時間なんですけど、聞き流すってよりかはちゃんと意識集中した上で自分でもアウトプットしながらやるのが個人的にはおすすめです。はい、じゃあ続いて今度は授業を積極的に頼るべき科目3選を、はい、
紹介していきたいと思います。いきましょう。はい、それではまず授業を頼った方がいい科目一つ目は数学の二次関数です。はい、限定的やね、はい、特に数学じゃなくて二次関数、はい、そうです、特に二次関数ということで、はい、まず二次関数は大学受験数学で品質で最も重要な単元の一つです、はい、しかも三次関数とか微積とか、うん、その次につながる分野にとっても重要な基礎になります、はい、なのでここを中途半端に独学してあの基礎がガタガタになってると、うん、将来習う単元が身につかないということにつながってしまいます、うん、それから二次関数は高校数学で最も難易度が高い科目の一つでもあります、うん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 、二次関数より前の数一って例えばプラスマイナスの計算とか比較的簡単なものが多かったと思うんですけど、うん、二次関数は初めてグラフで視覚的に状況を理解したりとか、二次関数の二次ってなんだみたいな定義を理解したりとか、うん、基本的な問題のパターンとか公式を何回も反復して暗記する作業みたいな、うん、そのいろんな作業を一気にしないといけないっていう初めての単元だと思うので、はい、この慣れないそのいろんな作業を一気にやる問題っていうのの理解に時間がかかってしまうので、塾とか学校の授業を頼ってあのどんどん学習を進めていくべきかなと思います。はい、特にだから新高1の人ですね。まだ受験真っ只中かもしれませんが、公立だと要注意だと。なんか数学嫌いになる人って結構二次関数でつまずいてる人は多いかなっていうのは周りの人とか見てて思いましたね。まあ、確かにね、 y イコール x の2乗っていうところまで習ってた中学校のところから平方関数するようになったりとか、なんかまあ倍分けが出てきたりとか変域をね注目したりとかでちょっとややこしくもなってくるところなので意外と要注意なところかなと。逆にここ超えられると数学できるようになったりもするので、はい、はい、第一関門だと思って頑張ってください。で続いて授業を頼るべき科目の2つ目は日本史の経済史です、はい、こちらも限定的なんですけれども、限定的だね日本史のメインは政治史になっていて、はい、経済史はメインではないので、うん、その参考書とかだけでは対処しきれない場合が多いです、はい、日本史の人気の参考書とかでは政治史、例えば天皇、将軍、内閣総理大臣とかがその移り変わってその間に何の戦いがあったのかとかそういう政治史ばっかりがメインになって、経済史はその参考書の端っこにコラムとしてちょっと載ってるだけみたいなパターンがすごく多くて、その断片的なコラムだけを集めて経済史を完璧にするっていうのは個人ではすごく限界があるなっていうふうに思います、はい、おすすめの勉強法としては、うん、例えば寸大の塚原講師の品質日本経済史12のテーマなど日本経済史に特化した塾の講座とか、うん、学校の講習とかを受けてみることをおすすめします、はい、特に寸大のテキストは情報量がすごく豊富なので、うん、平安時代だったらその人間に税を課してたのが、うん、あの困難になってあの土地に税を課す仕組みに変化したみたいな感じで、その一連の流れをその自分なりに説明できるように頭の中で何回も反復できるように復習してみるといいかなと思います、はい、じゃあラスト、授業も頼った方がいいよ科目3つ目が物理です、得意な人は独学でもいけるんですけど、中学理科からのレベル差が激しいというか、ちょっと新しい概念を学ばないといけないような科目になってきます。僕が通ってた高校でも最初みんな、どういうことみたいな、熟練の先生になればなるほど物理を学びたての意味わからない感がわからなくて、ありますね、そこなんでそう動くのみたいなんで、みんなちょっとハテナで、中間テストとかプレ中間テストみたいな点数がめっちゃ平均で低いみたいな。ただ一個分かるとそういうことねってなってくるんで、イメージできるかどうかっていうのと式で処理できるかっていうのが結構難しいんです。初心者に向けてすんごい解説してくれてる授業だったら積極的に聞くべきだし、授業内でこれってどういうことなんだろうっていうのは終わった後に先生に質問しに行って解消しないといけない。物理ってどこの視点から見るかで結構結果は一緒なんですけどアプローチが変わったりするんで、台車に乗ってるガラガラって進んでいってる物体を見てますと、でそこの上には丸いボールが乗っててとか、まあ、感性で後ろにボールが転がりますねみたいな話もあるし、それを台の上から見てる人だと台自体は自分と一緒に動いてるから関係ないとか、複雑ですね、そういうのを参考書だけで理解できる人はバンバンやったらいいんですよ。ただそうじゃない人が多くて、ここを引きずってると公式は習うからそれに当てはめたら解けるよなっていうのが定期テストレベルで落ち着いちゃって、いざ入試対策やるってなった時に複雑な現象を紐解いていけなくなるんですね。もちろん予習復習を自分の独学でやるのもいいんですけど、授業もちゃんと聞いてその先生に解消してもらうのが結構おすすめ。物理できない人って魔法を使うんですよ。触れてないもん同士に力が働くっていう謎の構造を変えちゃったりしちゃうんですけど、まあ、そういうところの誤解とかも一人でうーんってうなってるとちょっと難しい場合が多いので、最初は無是非物理はやってほしいなって
思います。そうですね、やっぱ理論でちゃんと理解しきるっていうのが大事なんですね。うん、そうやね。でそこでできないと、もう目に見えないことがなってくるんで、電気とかになってくると、熱力被害とかになってくると、なのでその物理アレルギーの人が出ちゃうので独学で進むのがベストなんですけど、俺わかるしっていうのを中学のノリで言っちゃうと痛い目見るので、ちゃんと授業も活用してください。ってので以上ですね。まとめていきますと、まず、授業じゃなくて独学メインにした方がいいよっていうのが古典と現代文と英語リスニングになります。で、授業もちゃんと活用した方がいいよっていうのが数学二次関数と日本史経済史と物理になりますので、すごいピンポイントで具体的に話しました。今の1年生とか中3生の人とかかなが一番参考になると思います。もう授業を受けていく中であたってですね。なんでただまあ内職して先に進めばいいっていうわけでもないよというのと、ただ授業を受けてればいいわけじゃないよという、すごい難しいことを言ってるんですけども、今日の話ね、どれか一つでもなるほどそうだなってなって、授業の使い方、独学の仕方変わってもらえたらいいなと思います。ぜひ自分に合う授業の受け方を見つけてください。はい、見つけてください。またプロレスアカデミアで受験相談実施しております。動画公開時期が2月の後半かと思いますが、今の高2生の人たちがスタートダッシュを切り始めるところだなと思います。この前教室で受験相談イベントやった時は、もう昨日合格発表があって第一志望落ちたっていうのが分かったんで来ましたぐらい気合入ってる子もいてたんで、すごい。そうです。まあの割に勉強時間今まではしてこなかったんだなみたいなのもあったんですけど早い方がいい早い方がいいっていうのは、まあ塾の人たちはポジショントークもありきで言いますし、 YouTuber の人たちも言うとは思うんですけど、どんな目論見があろうと早い方がいいのは事実なので、それで苦労してる先輩たちを見てるんじゃないかなと思います。なので早めの相談ね、来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。あと本も買ってください。お願いします。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。